皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月14日、15時、58分、新海誠監督、新津監督なのか、ウィキペディア見ましたけども、一応本名はニーズという、読み方がそういうふうな読み方で合ってるのかどうかよくわからないんですけども、スズメの戸締まり、拝見させていただきました。昨日、DVD の、レンタルショップで、借りて、昨日拝見して、で冒頭から、見ていてこう気になったところなどを、一応メモしながら確認いたしました。こちらが言ってた内容の通り、その地震の、地震を元にした映画であって、そのかなり遠回しな形で、ミミズという表現で、地震の元、要するに採掘ですね、資源関係の金属であったり、石油だったりガスだったり石炭だったり、そういうふうなことを表現してるんだなと思いました。冒頭でその船が建物の上に乗り上げてるシーンがありましたけども、あの絵の中で、東日本大震災のことなんだろうなと、辿っていくと、向かう先が神戸だったり、もともと住んでいた、そのヒロインって言ったらいいんですかね、そのスズメというキャラクターの、住んでいた ところが九州というところから察するにあたって、東日本大震災で、親を亡くして、で、生き残った女の子が、九州の方の、親戚と思われる人に引き取ってもらってで育てられていた、こういうような話だと思います。全体的に見ますと、だんだん分かっていった方ですね。で、あの白い猫の大臣と呼ばれていたもの、なぜ大臣という呼び名になっていたのかと、あと白い猫っていうところが少し気になりました。声はあの男性の声でしたので猫なんですけども、あと、黒い猫が出てきたりなども、何が元の設定になってそういう風になったのかが、少し気になりますね。あと鍵をかけるときにここで暮らしていた人のことを思えということを、あの男性のキャラクター、椅子に、化けた、あのちょっと待ってください、名前メモしなかったのでちょっともう忘れてしまってますね。その男性のキャラクターに関して、多分僕が察するに、その採掘があった地点などで地震が発生して、そこで、お亡くなりになられた人たちへの、その、弔いのような言葉として私は受け止めました。あと、黒い猫は左大臣という形になってましたけども、昔のその採掘の話など、ホームページ淡井圭介の歴のその97番のその地震の発生の仕方についてのところで、もともと昔京都ではさ、あの金属の採掘とか盛んで、地震の元になっていただとか、中国も同じですよ、真っ白な城と起きると書いて八旗将軍っていう方がいらっしゃったみたいなんですけども、あの人はその戦国時代という架空の世界で40万人生き埋めにした将軍っていうことになってますけども、多分採掘をずっとしていた時の責任者だったと思うんですね。で城を切るっていう言い回しも、もともと日本とある程度中国は外交があったと、で日本語のそのお城に例えてると思うんですよ。でお城を作ったりするのにいろいろ採掘をしなければならなかった、
金属とも必要であった。木を切るにしても何にしても金属は必要じゃないですか。だから地震で亡くなった人とか、その一斉崩落で中のその地中の中で採掘をされている方たちが、お亡くなりになるっていうことは昔はそんなに珍しいことじゃなかったので、ただあったニュースでしたので、そのあたりのことかなと思います。もうその当時の状況を考えたら、あんな距離まず歩いて遠征して戦なんかできませんから、雨降っただけで体温が著しく低下して、もう行軍どころでなくなりますからね。だからまあ戦国時代っていうものは徳川、まあ、日本でいうと徳川家康ぐらいの時代までは格だと思ってもらった方がいいと思いますよ。で、まあ、中国に関してもよっぽど外交頑張ったんだと思いますよ。各地方によって多分言語違うかったと思うんですよ。あれだけの国土面積をその一つの行政として国としてまとめようと思ったら、いろんな地方の言語を話せる人たちを揃えなければならなかった。だからまあ大変な外交努力、それも生きて帰ってくるかわからない。向こうも多分熊とかいたでしょうから、まあ中国は場所によってはトラも出てきたんだと思います。昔の頃、まあ、刀を所持していたところで、数人いたところでどうにかなるかって言ったら、昔の食料事情とかを考えるとちょっと無理なんじゃないかなと私は思ったりします。まあ話がそれましたけども、まあ最後ラッドウィンプスさんの歌があって、その歌が終わったぐらいに DVD の映像が最初のチャプターとかが表示されている画面のところで、女性の方が同じ歌だと思うんですけども歌われていたと。その辺のところで、まあなぜそうなったのかなっていうところは、まあ、ちょっと知りたいですね。何か意味があったのか、その東日本大震災の実際のその何か個人の方とかと関係があったのかとかね、そういうふうな話があるんだとしたら、まあ伺ってみたいなとは思います。それと、最後の方で、スズメが一瞬白衣を着てたんですよ。で、その秒間は10秒から20秒ぐらい、10秒ぐらいしかなかったと思います。その後のシーンでは白衣ではない、服に変わってるんですよ。だからそれ気づいた人がいたのかどうかっていうところと、まあ淡井圭介が人生で経験させられてきたことの内容とかを知った時に、まあ白衣はまずいんじゃないかっていうことでそういうふうな形になったのかとか、まあいろいろ、まあその辺のところも知りたいところですね。まあノートをめくる、その黒塗りのノートをめくっているシーンがあったんですけど、 3.11 って書かれていたんで、まあ、東日本大震災の3月11日の内容を詳細を記録していたノートを誰かが作っていた。で、その内容を一度書いて上から黒塗りにしたんじゃないかなと私は受け止めています。まあどのような内容が書かれていたのかとかも、まあ知りたいといえば知りたいですね。まあこれはスズメの涙の制作に関わっていただいた方たちへの、まあ、メッセージでもあるんですが、新海誠監督って言ったらいいのか、もう新津監督って言ったらいいのか、僕もよく分かんないんですけども、まあ、とにかく皆さん、ご苦労様でした。最近、まあ、冒頭で2023年10月14日ということを私は述べてるんですけども、ああいうふうに記録を一応つけてるんですね、自分のアップロードした内容。で、それによって、まあ、間違いとかあんまりないようにだとか、しようとしてるという部分があるんですが、ここ喫緊の日に、また新しく、
河川の撮影等に行っています。でインターネット上のニュースでもだいぶ嘘が混入していて、神戸市の 70% 以上の水は琵琶湖から供給されていると、とんでもない嘘が載っていて、絶対違うと思うんですね。神戸市にはたくさんダムあるんですよ。神戸市だけじゃなくて兵庫県としてですね、10箇所以上あります。で大阪府とかはダム一つぐらいしかなかったんですよ。箕面か箕面市かな、そのあたり、箕面ダムか何かそういうダムですね。一個ダムっていうダムは、稲川という河川の上流部にあるんですけども、兵庫県の中なんですよ。で多分一個ダムか兵庫県の一個ダムか、京都の、高山ダムのその2つのどちらかから水引かなかったら、大阪府の場合50階建てを超えるような高層ビルがかなりあります。でそういったところに水を供給することができない。で最悪アベノハルカスの上の方って電気で水汲み上げていません。だとしたら最悪ですよ。もともとこういった内容を今後の作品に取り入れていただきたいんですけども、高いビルを建てるっていう発想はそもそもナンセンスで、エレベーターを絶対的に使用するでしょう。そしたら絶対エネルギーを消耗するんですよ。だから4階建てぐらいまでの階段のその集合住宅みたいなタイプのものが望ましい。で人口は2003年から個人情報保護関係が出来上がってから、ひどい少子化が起きています。これは世界中どこの国も、先進諸国はどこの国もそうなっています。世界の出生率を見ていただいたら分かるかと思うんですけども、もともと出生率 2% で人口横ばいぐらいなんですよ。だから今のところ3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着けていないっていうのが今の社会の現状であって、日本の。まあ以前ももしかしたら新海誠監督へのメッセージで言ったかもしれませんけども、まあ河川水門回収式玉発電とかいろんなもの私の方で提唱していて、向こう側総括編っていうものを本日一回削除しまして、123それをまあ向こう側のその最終的な形っていうものを、まあ述べてる内容のものを新しく、まあ8本程度のものなんですけども、向こう側総括編、前半取り直しましたというものを、本日アップロードしています。でまあ過去側は最近、アップロードしました。この間撮影しに行ってきて、まあ、1日で30キロぐらいは歩いたんじゃないかなと思います。まあ河川の撮影は基本的に上流のところまで電車で行けるところまで行って、そこから下るような形で撮影ですね。そうじゃなかったら、まあたまにアップダウンはあるんですけども、道、もう30キロぐらい歩いていたらもう大体日没になりますね。過去その最後の方のところまで見ていただいたら、撮影した内容よくわかると思います。もう周り最後の方真っ暗になってますから、早朝家出てるんですけどね、朝の6時台に家出たか7時台ですね。それでもうやっぱりそういうことですね。で他にもアップロードしてる内容とか見ていただいたら分かるかと思うんですけども、医療業界のその異常性だとか、精神病院の件とかね、あとどういう人が精神病院の医者になっているのかとか、そういったところは、まあ、302番などで述べたりしています。あと僕の運転免許証がね、結局精神病院禁止させられて運転免許証まで取り上げられようとしている。で統合失調症というその病名自体、誰が最初に作り始めたのかっていうところと、そもそも医者が統合できてないんですよ、話をね。僕は話を統合できてるんですよ、エネルギーの残存量問題から何から何まで、ね、話が逆なんですよ。解決してこなかったのはあなたたちでしょ、医療業界の人たちでしょっていうことになるんですよ。なのに国からの税金もらって高い給料を得てたんでしょっていうことになるんですよ。だからもう話がめちゃくちゃですね。本当は車があった方が多くの地点を撮影できる。で具体的なその河川の撮影の映像があれば、聞いてる方も
もう、まあ、なんとなく分かりやすいと思います。あと、もともと46番の河川水門開閉式ダム発電というところに関しては、書いてる文章を、今後、直します、最初想定していた内容のものではちょっとダメだなと、まあ、こういう方法のはいいだろうなっていうものが見つかりましたので、そういう内容にチェンジしていきたいと思います。で、大阪へ供給している水に関して琵琶湖から大量の水を流し込んでいるのであれば、琵琶湖から日本海へ向かっての地下水トンネル発電っていうものができなくなってしまう。しかし河川水門開閉式ダム発電を、まあ、さまざまな河川、まあ、稲川や京都の、桂川、まあ、上流の方に行くと違う河川の名前になってたような気がするんですけども、まあ、一番上の方のダムは天若湖、天若いと書いて天若湖という読み方だったと思うんですけど、読み方は天若湖であっています。漢字は今どうだったかなっていうところで、まあまあおよそ言ってるんですが、まあ、そういったところからのその河川水門開閉式ダム発電を作ることによって貯水するポイントを作って、まあ濾過器などを設置して浄水場ですね、で大阪へ供給するような形であれば、これは標高が高くないと本当に電気を使って水を汲み上げられている可能性があるような気がするんですね。その神戸市内でも昔は12階建てまでだったんですよ。分譲マンションとか阪神淡路大震災の前まで、まあ、ホーテラスが入ってったクリスタルタワー、まあそこは川崎重工さんなどが入ってるビルなんですけども、そこと、あとはまあホテル関係ぐらいですね。ホテルオークラと新神戸オリエンタルホテルぐらい、うん、あとは神戸市役所、異様に高いビルを建てているのは。ただ阪神淡路大震災の後に人口は少子化が20年も進んでいるのに、もともとなかった20階建て以上のビルが何十棟と出来上がってるんですよ。神戸市内多分全部探したら100棟ぐらいあるかもしれませんね。で、中には50階建てを超えるようなビルもあります。そこまでの高さになるとかなり上流の方のところから水を引かなかったら水の供給をそもそもできないんじゃないのかとか、まあ、いろんなところの不可解さっていうのはあるんですね。琵琶湖自体が多分標高表面のところは100メートルぐらいだと思うんですよ。で、その下からその下に濾過器を通して浄水してるわけで、パイプを引いてるのであって水道管をっていうことは80メートルぐらいとして考えたとしたら、80メートル以上の高さのビルってじゃあどうなのっていう話になるじゃないですか。そうなってくると兵庫県の一個ダムか京都府の高山ダムぐらいで、その距離から本当にパイプ引いてるのかなってやっぱり疑問に思うんですね。距離ありますから。一個ダムなんかもうほとんど日本海の方が近いぐらいですね。今兵庫県の方ですけども、まあ、京都府の高山ダムも隣が和歌山か奈良県のあたりですね。だ今度今月中に一度琵琶湖まで直に撮影しに行こうと思っています。で、以前から述べている通り私は生活保護者であって、お金があんまりないんですね。で、この間加古川への撮影に関しても、まあ、神戸電鉄で田尾寺駅から鈴蘭台で、阿呆線に乗り換えて、まあ、三木線といった方がいいですかね、分かりやすいですかね、まあ、そこで、まあ、最終駅である阿呆まで行って、そこから、北条鉄道に乗って最終駅まで行って、そこから、まあ、ちょっと歩いたところから、撮影始めてるんです。だから過去はもっと上流の西脇市とかもっと上の方のところとかまでの撮影には至ってないのと、まあいろいろ合流してくる河川のところの撮影もできてませんので、まあ、ある程度のことしか言えないんですが、まあ、一人でこれ全部しようと思ったらそれこそ無理な話で、
まあ、今度の琵琶湖への撮影も正直金銭的にきついですね、交通費。まあ、自分の YouTube をアップロードして自分のホームページからアクセスできるようにしてる、そのホームページ自体がプロとしての扱いなのでお金払ってる方なんですね。で、1年で1万6000ちょっとなんですけども、だからまあ生活状況はかなりきついですね。まああとはガセン水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電、琵琶湖の水を大量に使えるようになったと想定したとしても、日本海へ地下水流トンネル発電を通して、それでも1秒あたりの、日本全国すべて河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電すべて整備できたとして、1秒あたり1日のその平均の365日の1日平均の1秒あたり1000万キロワットまで達すれば良い方だなというのが私の実感ですね。ほとんどの日が晴れですから。あとは蒲田発電でどれだけの発電量を冬場だけでも発揮できるのか、それによって、まあ、消費を抑え込むことができますから、まあ、例えば灯油を使ったストーブを使用していた学校など、そういったところなどが、まあ、エアコンを使っていたとしても、形式的に蒲田発電で暖を得ながら、発電をするという形に変わりますので、まあ、いろいろ撮影した結果ですけども、小中学校でも場所によっては蒲田発電式にした方が良いなというところはあります。それは、ドントダムというダムの撮影、谷上駅からドントダムへかな、ちょっと名称ちょっと、忘れたんですけども、まあ、YouTube 一覧表のところから河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電というところがありますので、そちらを見ていただいたら分かるかと思います。で、まあ、ニュースインターネット記事もそうなんですけども、多くの嘘が混入されてますので、まあいろいろ大変ですね。まあ、チャンネル登録をしていただきたいのと、あとは、まあ、アップロードしたときに着信の通知が来るようにしていただいたりだとか、それは、スズメの涙に関わった人たちの多くの人たちに求めたいですし、その内容を聞いていただいて、ホームページ、淡井圭介の履歴の36番見ていただいて、エネルギーの残存量問題、もう大変なことになっていると。これが現実であると。まあそういったところまで踏み込んだ内容で、まあ、次の映画しっかりと、まあ「スズメの涙」という映画の形式ではエネルギーの残存量問題とか分かる人はまずいないと思うんですね。だからもう数字まではっきりと述べて、作るしかないですね。それで節約志向っていう人たちを増やさなかったら、エネルギーについての、例えばもともと電車バス徒歩で移動できるのに車を買ってしまっている人、私も経験があるんですが、まあ、仕事上どうしても車が必要であったと、出勤するにあたって。ですが、その休日の日とか無用に車に乗ってしまう、大した理由もないのに。多分これもう車保有している人たち全てそうなってると思うんですね。で、蒲田発電を行うことによって、多くの若い人たちがエネルギーの残存量問題と向き合う、自分たちの命がかかっていると。エネルギーの供給が止まったら日本は1億人以上の人が死んでしまうんですよっていうことをしっかりと理解してもらう。そしてその時期は、エネルギーの輸入が止まる時期はそんなに遠くないと私は思っています。世界国勢税のデータを見る限り、早かったら10年後ぐらいからもう止まり始めるんじゃないですかね。30年経過したらもうないでしょうね、輸入なんて。太陽光パネルの生産体制が日本の中で
生産ができてないっていうのは、日本も自分で採掘して自分たちで太陽光パネル作ってくださいよっていうことを、まあ世界中の先進諸国の間でそういう話になってる可能性は高いですね。以上です。皆さん、チャンネル登録と、まあ、通知と、あと、まあ、いろいろ見ていただいて、まあ、動画の再生時間が、なんとか3000時間、もしくは4000時間を超えたら、その、ライブでの中継とかはできるんじゃないかなと思ってますので、それだったら、チャットとかで、質疑応答ができると思うんですね。で、皆さんが思っている疑問のところとかをいろいろ質問していただいて、応答していくような形で、まあ、ライブ配信とかできたらなと思っています。まあ、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、で、コンピューターが答えてるかのように、全然これもう意味ないんですけども、バイトルからの通知がすぐに飛んでくるんですよ。で、どうせこれも、コンピューター管理みたいな形になって、現場の方で人が足りてるとか足りてないとかお構いなしに、多分飛んできてますね。だから、この AI 社会っていうのが、その、コンピューターの自動化がいかに無駄が多いかっていうことを、科学業界がしっかりと白状することですね。はあ、まあ、こういうふうなお話になってちょっと申し訳ないんですけど、まあ皆さん、スズメの涙、作品作っていただいて、まあ、成功したと思います。商業原理的な方の意味で。で、新海誠監督の方で、まあ、一つ映画館を閉じてもらった記事は見かけました。まあ、そういうふうな形に今後なっていくと思います。以上です。まあ、まあ、正直、まあ、映画のストーリーだとか提案に関して、まあ、何か支払いいただきたいなっていうのは事実としてありますね。これも、何をするにしても、生活保護のお金だけじゃね。あと、まあ、なぜ自分がこのような目に遭わなきゃならないのかなっていうのはしょっちゅうありますね。そう思いますね。以上です。皆さん、ご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは、次回の作品、もっとストレートな内容で、伝わるような形で作っていただけたらなと思います。それではこの辺で失礼いたします。